なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。新しい物語のスタートです。異世界のんびり農家9、犬たちの名前10、犬、朗読を始めます。異世界のんびり農家、犬たちの名前。犬に名前をつけることにした。いつまでもオスの犬とか母犬とかでは呼びにくい。実際子犬4匹にはすでに名前をつけた。黒い子犬なので黒1、黒2、黒3、黒4だ。黒1は好奇心旺盛で活発、黒2は用心深い、黒1の旗に常にいる。黒3は4匹の中で最も力はある。でもって4匹の中で唯一のメスだ。黒4はマイペース、他の3匹とは違うことをよくしている。そんな感じで4匹を呼んでいたので、ふと親犬たちに元を思い立ったのだ。素直に黒パパ、黒ママでも良いのだが、一度そう呼んだらすごく悲しそうな顔をしたように見えたので、しっかり考えることにした。候補、黒、ブラック、シュバルツ、ノワール、ネロ、ヘエ、黒太郎、黒丸。自分のネーミングセンスのなさに少し困るが、とりあえず地面に名前を書いて本人に選ばせることにした。俺の書いた字は日本語のつもりだったが、見知らぬ文字に変換されていた。しかし違和感なく読める。神様の言ってた初心者パックの影響かな。今まで誰とも喋ってないし、文字を書くこともなかったから気づかなかった。ともかく名前決めだ。黒パパの名前が決まったら、それに合わせた女名を黒ママにつけよう。この際俺は犬たちの知能の高さを再確認した。俺の書いた字を読めるのか。黒パパはシュバルツ一択だったようだが、それを妨害するように黒ママが黒にしなさいと頭を押し付けて抗議している。その抗議に負けたのか、黒パパはしぶしぶといった感じで黒の字に手を当てた。本当にいいのか。ついそう聞いてしまった。答えるわけはなかったが、黒パパの目は嫁には逆らえないすとか言ってるように見えた。今晩の食事は豪華にしような。黒パパの名前は黒に決まった。では黒ママの名前はどうしたものか。候補、白、雪、つらら、みぞれ。考えている最中に黒ママは雪に決めたようだ。黒の嫁なので毛色を無視して白とか名付けようとしていることは気にしないのだろうか。それよりも黒があれ、俺の時よりもネーミングセンスありませんとか言った顔で俺を見ている気がするが、気のせいだと思いたい。ともかく黒ママの名前は雪に決まった。黒、雪、黒1、黒2、黒3、黒4。雪だけ特別感があるが気にしないでおこう。黒たちは基本的に自由だ。森に行ったり畑を見回ったりしている。しかし一匹はなぜか俺の旗にいる。当番制で護衛でもしてくれているのだろうか。ともかく作業中の寂しさが少し減った。作業の手が空いた時に木でフライングディスクを作ってみた。犬といえばこれだろう。子犬たちに遊び道具だと投げてみたら予想以上に受けた。子犬たちだけでなく黒や雪が我先にと奪い合う。結構ガチだ。子犬たちも負けてない。もっと和気あいあいとしたいなあ。仕方なく一匹に一枚ずつ作り、順番に放り投げることで収まった。犬たちの争いは収まったが、俺が暇そうにしているとフライングディスクを持ってくるのはやめてほしい。犬たちの身体能力はすごく、それらを満足させるためには全力で投げないとダメで、腕が痛いです。異世界のんびり農家、犬、子犬たちが生まれてから30日。子犬たちはかなり大きくなり、顔つきも黒や雪に似てきた。そして新たな発見、子犬たちの額から角が伸び始めていた。黒や雪を見ると
額の部分に骨の折れた跡っぽいのがあるのがわかる。気づかなかったのは子犬たちはともかく、黒とユキは背中は撫でさせてくれるが頭は触らせてくれなかったからだ。子犬の角が出始めたあたりから頭を撫でさせてくれるようにはなったが、折れた跡が痛々しい。生え変わるのかな。そして犬ではなかったか。まあ角が生えているぐらいでは特に気にしたりしない。ここは異世界だ。角ぐらい生えていても問題はない。じゃれられた時に痛いのを我慢する程度だ。ははは。角は鉱石で作ったナイフのような形をしているので、結構な勢いで頭から突進してくるのはやめてほしい。畑の作物はすくすく育っている。そのほとんどが実をつけ、いちごとトマトが収穫できそうなぐらいに赤くなり始めていた。人参やじゃがいもも良い感じで葉を茂らせている。そろそろ収穫できるだろう。畑の中で区分して手の入れ方を変えた件だが、結果として手を入れれば入れただけ成長が早かった。つまり水をやって肥料を与えた方が成長が良かった。次に肥料を与えた作物、その次に水を与えた作物、最後に何もしなかった作物。しかし何もしなかった畑でもそれなりに作物ができている。この世界ではそうなのか、それとも万能農具のおかげなのか。ともかく収穫だと思ったが、困った事態に直面した。収穫物が多すぎることだ。万能農具で鎌やナイフ、ハサミを使って作物を収穫するから疲れないとしても、軽くめまいを覚えるレベルで多い。さすがに黒たちが収穫を手伝ってはくれないだろう。俺一人で収穫する。嫌ではない、嫌ではないが、やるしかないか。頑張った。畑一面の収穫に半日、畑12面で6日かかったが、なんとか収穫を終えた。木の幹を食料の保管場所にしようと考えていたが、入りきらなかったので自分の住居にも置き始めた。問題その1。トマトが熟し始めたので急いで食べないといけない。幸いにもトマトは黒たちも喜んで食べるのでなんとかなかった。問題その2。イチゴも同様に熟し始めたので急いで食べないといけなかった。これは黒たちにも好みがあった。喜んで食べるのはユキとクロさん。メスが好み、オスは好まないようだ。俺は良い感じで食べた。問題その3。こんな感じで収穫物が傷むので早く食べなければいけない。問題その4。調味料がない。問題その5。調理道具がない。ふふふ。一次産業だけでは豊かな生活はできないんだな。とりあえず塩を手に入れないとトウモロコシを茹でたりできない。そして次は米を作ろう。うん、米なら炊けば食べられ、調理道具く。問題が山積みだ。収穫を終え、収穫物を食しながら俺が始めたのは調理道具の作成だ。とりあえずかぼちゃは生のままじゃきつい。焼くための鉄板ならぬ石板を作る。これは大きい岩を万能農具で切り、引っ掛けて運び、下から熱することができるように配置した。見た感じは背の低い石のテーブル。万能農具で岩を薄く切るのは可能だったが、岩が自重で割れるのでその限界を見極めるのが難しかった。そして完成したのだが、それなりに長時間石板を焼かないとダメだろうなぁと思う。今はこれが限界だろう。次に包丁。万能農具で作物を切ることはできるが、万能農具で大きな肉を軽くしている時とかに切る包丁が欲しいので作ってみる。これも石だ。程よいサイズの石を包丁の形に削り、刃の部分を削れば完成。ウサギの肉を簡単に切断できるので問題ないだろう。予備を考え3本ぐらい作っておく。そして鍋。大きな岩から削り出して作る。木だと燃えるからだ。万能農具で作成するのは簡単だが重い。いつか粘土を発見して土鍋を作るべきなんだろうな。ともかく鍋は完成した。
良い感じの石の蓋も作ったが、開けるときに熱いんじゃないかなと想像して放棄。蓋は木で作ることにした。クロたちが新しいフライングディスクかと興奮し始めたのが少し困った。次回は異世界のんびり農家11、クロサイド12、再確認、高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。